前からあったかな。いや、こんな超目立つ色の壁なかったと思う。一体何なんだろう。この下からだとよく見えないし。そうだね。あの高台に登って上から見てみよう。てっぺん。でもあの壁の模様、なんか見たことある気がするんだよな。いきなり現れた謎な大きな壁、その正体とは。これってめちゃくちゃ巨大なココちゃんじゃん。どういうこと？なんで私が寝っ転がってんの？いや、私は私でここにいるし。あの耳のところ扉があるみたいだよ。行ってみよう。あの巨大な私が何なのか気になる子は評価とチャンネル登録お願いします。近くまで来たけどやっぱり耳がドアになってる。ここなんか本が置いてあるよ。なになに？この体内のどこかに次元爆弾が埋め込まれている。30分以内に解除しないと爆発し、ココちゃんの体もろとも消えてしまう。急いで次元爆弾を解除せよ。4つのエリアに分かれているぞ。ってことは30分後には私爆発して死んじゃうってこと？やだよやだよ。大丈夫、解除すれば爆発しないから。早速入って次元爆弾を探そう。決定。なんだかあたり一面真っ白だね。これココちゃんの体の中だよね。うん、なんでこんなに真っ白なんだろう。あれ、ここに村人さんがいるよ。この人も私の体内にある次元爆弾を探してくれてんのかな。え、この音なになに？わかんない、何の音？ココちゃん後ろ。え、なにこのピエロ。今消えたけど村人さん、あのピエロに撃たれちゃったよ。なんで私の体内で何が起こってるの？あれ、このゲームの噂、前に聞いたことがあるような。噂って何？確かサイレンが鳴ると敵が出てくるんだけど、敵が来た時は絶対に動いたらいけないの。だるまさんが転んだみたいな感じ？そうそう、もし敵の前で動いてしまったら殺されちゃうって。なんだよそのゲーム。あ、だからさっき敵がいたけど村人さんは動いたから撃たれちゃったんだ。めちゃくちゃ怖いゲームじゃん。だね、ココちゃん。私たちはサイレンが鳴ったら絶対に動かないようにして早く次元爆弾を探そう。決定。急ごう急ごう。ここもココちゃんの体の中？公園とかおもちゃとか遊ぶものだらけだね。私楽しいこと大好きだからね。それにしても次元爆弾はどこにあるんだろうね。とにかく隅から隅まで見てみよう。さっきみたいに全部白かったら見つけやすかったけど、ここ探しにくいな。だね、滑り台の方にもないし、ブランコの方にもないし、ここにはないみたい。ココちゃん、次の場所に探しに行こう。決定。次は本がたくさんある部屋だ。次元爆弾はどこにあるんだろう。広い部屋だと探すのも大変だね。まさかこの本の間とか？いや、そんなところにはないでしょう。あ、止まって、サイレンが鳴ったってことは敵がやってくる。いい？絶対動いたらいけないからね。めっちゃ見られてるんですけど。いつになったら消えるんだよ。敵がいつ消えるかはわからない。だけど動いたら撃たれるから、絶対に絶対に少しも動いたらダメだよ。わかった。こんなに見られたら怖すぎて震えるよ。早く消えてくれ。消えた。もう動いても大丈夫だよ。怖い、マジ怖い。でも動かなかったらやっぱり殺されないみたいだね。次のサイレンが鳴るまでに次元爆弾を探そう。本当にあるのか。
ら何かに使えるかもしれないから一応持っていこう。きてー、この図書館エリアにはもう何もないみたいだから次に移動しよう。早く次元爆弾を見つけないと私の体も爆発してなくなっちゃうよ。爆発するまで30分っていう制限時間もあるし、とにかく急がなきゃね。あ、あっちにも白い扉がある。次に進めるかもしれないから行ってみよう。決定。ほんとどこに次元爆弾隠されてるんだろう。ちゃんと見つけられるか不安になってきたよ。大丈夫、きっと見つかるよ。この先一体どんなんなんだろう。あ、ココちゃん、あそこ見て、敵がいる。ほんとだ。だけどあっち向いてるし、もしかして私たちに気づいてないの？そうみたいだね。爆弾を探すのにあの敵は邪魔になる。こっちに気づいてないなら今のうちに銃で撃ってみようかな。それに水の中にはサメやワニもいるし、落ちればあいつ食べられちゃうかもしれないよ。落ちてくれたらいいんだけど。え、聞いてない？もう一回狙って。やだ、誰だ。ココちゃん、そのまま絶対動かないで。さっき銃で撃ったのが私たちってバレてないよね。大丈夫だよね。大丈夫、動きさえしなかったらいいから。めちゃくちゃ怖いよ。いきなりこっち来るとか危機一髪だったね。それにその銃全然意味ないじゃん。銃の攻撃も効かない最強の敵なのかもね。あ、あの先にも次につながる白い通路がありそうだよ。本当だ。でもここアスレチックになってるね。私たちが落ちないように進まなきゃだね。これで落ちたらサメとウニの餌になっちゃうよ。足場が細いから慎重に慎重に急がないといけないけど、ここはゆっくり進んでいこう。決定。よし、無事クリアできた。私もあとちょっとって。何ここ、超深い穴だけど暗くて先まで見えないよ。どれだけ長い穴なんだろう。だけどここを進まないと次元爆弾も探せれない。怖いけど行くしかないよ。戻りはできない。あれ、ここなんか書いてあるんだけど、次元爆弾停止スイッチかもね。だってカモネってなんだよ、カモネって。でもこのスイッチを押せば進まなくてもココちゃんはもう助かるかもよ。一か八か押してみよう。キャー、私たちタイヤゾンビの中にワープしちゃった。今のスイッチは罠だったんだ。こんなにゾンビがいる中敵が来たら止まることなんてできない。敵が来る、やばいよやばいよ。大丈夫、サイレンが鳴ってるだけでまだ敵は来てない。こっち来て。わかったー。ココちゃんストップ、動かないで。なんてタイミング、ちょうどよくマグマの川を渡った後に現れたから助かった。それに私たちは渡れたけど、ゾンビは渡れないからどんどん落ちてってるね。でも油断は大敵、絶対動かないようにね。大丈夫だよ。ほんとハラハラした。誰だよ、次元爆弾停止スイッチかもねなんて罠を仕掛けたやつって。何ここ、トロッコが行ったり来たりしてる。ここを進まないと次のエリアには行けないってこと？そうみたいだね。このトロッコの途中にもしかすると次元爆弾が隠されているかも。慎重に進みながら探そう。でもどうやって進んでいけばいいの？こうやってトロッコを順番に乗り継いでいけばいいんだよ。
落ちるとマグマで死んじゃうし、何よりトロッコは勝手に動いちゃうから、乗ってる時にサイレンが鳴ったら大変だよ。だから早く進もう。ほらココちゃんも早く乗って。わかった。やばいよリップ、どうするの。私たちトロッコに乗って動いてるから、今敵に見られたら殺されちゃうよ。ココちゃん、石と石の間に降りて。こんな感じで。わかった。大丈夫大丈夫、トロッコに乗ってた時は見られてないはず。まさに危機一髪。爆弾はないみたいだし、またサイレンが鳴る前に行こう。決定。ほらココちゃんも早くこっちに来て。あれ、こんなところにチェストがあるよ。だね、開けてみよう。2人分の防具と鉄のツルハシと何か書いてある本が入ってる。なになに。この防具を身につけると遠くから撃たれた弾は効かなくなる。だって。つまり遠くで敵に見つかって撃たれても、これさえ着てたら効かないってことか。めちゃくちゃいいもの入ってんじゃん。キヨキヨ。一応ツルハシも使えるかもしれないから持っていこう。うわー、なにここ蜘蛛の巣だらけだよ。でもこの道を進まないと先には行けないみたいだね。この蜘蛛の巣に当たるとこんな風に足が遅くなっちゃうから、当たらないようにしよう。決定。あ、またサイレンだ、敵が来る。ココちゃん、もう止まってる時間はない。爆発するまであと約3分。私たち防具来たからきっと大丈夫。ココちゃん走るよ。うわー、いやー、めちゃくちゃ撃ってくるんですけど、怖すぎー。でも大丈夫、殺人ピエロに近くで撃たれない限り私たちには効かない。ココちゃん急いで、あと少し。はあ、やっと抜け出せた。ああ、次元爆弾も発見。この大量の導火線は全部 TNT につながってるから、次元爆弾が起動したら大爆発が起きちゃう。早く線を切って爆弾を止めなきゃ。敵もクモの巣にかかってなかなか進めないみたいだし、今がチャンスだよ。でも次元爆弾の線を切るものなんて私たち持ってないし、一体どうしたら。あ、ココちゃん、あそこに鉄ブロックがある。鉄でハサミを作ることができるから、さっきゲットしたツルハシを使って掘ろう。私はこっちを掘るから、ココちゃんはあっちを掘って。決定。よし、鉄ブロックをかまどで焼いて。早く早く、急いでリップ。できた。次は作業台でこうやってハサミを作って。よし、殺人ピエロはまだ引っかかってる。私たちに攻撃はできない。今のうちに。でも線がたくさんある。どれを切る？私の相方、リップカラーの青にしよう。わかった。失敗したら大爆発かもしれない。でも一か八か。やったー！合ってたみたい。これで TNT が爆発することはない。殺人ピエロは？倒れたってことはこれで。したけど無事クリアすることができました。ココちゃん、爆発しなくてよかったねって思った子はチャンネル登録と評価お願いします。それじゃあまた次の動画でね。